にできたよ。はい。おはようございます。ということで買っちゃいましたと言いたいのですが家はまだ思い切れず変えておりません。はい、で、なんでここにいるかと言いますと、みんな知ってる、みんな知ってるジョンソン・ホームズさんからお話いただいて、ジョンソン・ホームズの中の、うん、さらにナチュリエっていうブランドがあるんだけど、うん、まあ、特にそのナチュリエさんから、うん、お二人に絶対合ってますよって、アウトドア要素を強く取り入れたアーバンアウトドアハウスっていうシリーズがまたさらにそのナチュリエの中であるんで、ね、うんうん、そこがお二人にぴったりだと思うので、うん、ぜひ一日お家使っていいので、うん、あの好きに過ごしてみてくださいっていう風に言っていただいて、うん、今日妄想のマイホーム暮らしをやってるところでございます。今回3回目じゃん、お家探しの動画上げるの。また全然違う感じだよね。いやー、またちょっと家の欲が再燃してきた。そうだね。なんか正直2ヶ月ぐらいちょっとお家探し停滞してたっていうか、うん、なんか一時期すごい盛り上がった後に、うん、なんか一旦現実を見て前回の動画見ていただいた方はね、分かるかもしれないけど、そう、現実を見たんだよね、うん、そうで一旦保留してたんだよね、うんうん、でもまたこうやって来たらね、うん、めちゃくちゃいいね、やっぱり全然違う。なんかちょうどいいアウトドア感というか、一見こっち側見るとそんなにアウトドア感ないでしょ、うん、でもこっち側はめちゃくちゃアウトドア感なの、うん、早く見せたいね。あ、まず飲む。ちなみに使ったこともないめちゃくちゃおしゃれなコーヒー入れるなんか壺なんていうの、ひょうたんみたいなやつ、ひょうたんみたいな、めっちゃおしゃれなやつなんだけど、あれ使ったこともないのに使いこなそうとして、うん、よく分からずやったらなんかもう一人これぐらいの量しか取れなかったコーヒー本当だ、こんぐらいでもなんかすごい凝縮されてそうじゃない、うまみ、うん、おっ、おいしい、おいしい、おいしい。で、でせっかくおうち一日体験できるから、うん、お互いのやりたいと思ってることをちょっとじゃあやろうって話になって、私がやりたかったのがなんか朝起きて広いキッチンとか、まあなんか日当たりのいい吹き抜けの場所でコーヒーを入れて、うん、そのコーヒーを待ってる間に広い洗面台で、うん、大きい鏡で化粧をして、で「キンコーヒー入ってよ」っていうやつをやりたかったの、うん、理想の暮らし、うん、丸一、うん、今さ化粧する時とかって、うん、なんかリビングの、そうだよね、床に座ってちっちゃいテーブルで、でこんなちっちゃいなんか鏡、こういう折りたたみの鏡みたいなやつでこういう感じで化粧してんのさ、うん、でもなんかおしゃれな家に住んでる人たちのなんかインスタとか見てるとさ、うん、すごいなんか全面鏡みたいなところでやっぱりこうなんか朝から化粧して、なんかその化粧品がこうめっちゃ綺麗に並んでて、なんかそれにめっちゃ憧れんのよやっぱり。うちはちょっと皆さんにお見せできないような洗面所なんだよね。結構もう従来の従来、なんだろう、なんだろう、うん、もう蛍光と、なんて言うんだろう、青い光の古いタイプのやつなのようちはだからああいうところで化粧がしたいっていうのがまあいいね。丸二、コーヒー入れたい、うん、化粧洗面台でしたい、なんかケンのことを1階から呼びたいそれ3、丸3で、もう3つちょっとよかったね、さっきのなんか響く感じいいよ、吹き抜けがあるからこそだよね、うん、やっぱりっていうのがあの私の理想の暮らしでした。で、次ケンの理想の暮らしをやるんだけど、うん、ちょっと発表してください。マイホームでバーベキューしたい。これ超理想じゃないね。そこにウッドデッキあるんだよね。そう、うん、なんかいつでも焚き火できたりとかさ、最高だよね。やっぱ庭とか欲しいね、ウッドデッキとかさ、うんうん、キャンプに行かない日、うん、とかもやっぱ家で開放的に火とか見れたらいいよね、うん、あとはなんかね、キャンプギアをね飾れる仕様になってて、それめっちゃいいなと思った、うんうん、この作りいいよね、うん、じゃあここからはケンさんのやりたいシーン丸一、はい、そうですね。めちゃくちゃいいじゃん
for things that we never know. いいね。めちゃくちゃいいじゃん。え、シャコいらなくない？こんな入るんだったら。いい。ここであれじゃん、お酒飲めるじゃん。めっちゃ広いよね。めちゃくちゃ広い。ここ見てほしい、ここの景色。うん、わかるかな。いいね。いいよね、こういう感じで。右側は自分たちのギアですからね。このさ、スケスケ、スケスケがいいよね。うん、いいね。なんか吹き抜けとしても使えるし、うん、ちゃんと上の、うん、なんていうんだろう、床、うん、がこの分拡大されてるからスペース広く保ててるし、うん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 、普通ここただの床になるじゃん、はい、そしたら上からの光の取り込みが減るじゃん。そこをこうなんかスノコみたいなさ。確かにうまいよね。うまいね。誰誰おうち評論家おうち評論家すっかり何も知らないでしょちなみにこの土間から物の受け渡しができます。ケンめっちゃいいよねこれ。荷物積んでるケンとさ、うん、この距離でこう話ができてさ。確かにこうやって物渡したりできるっていう。ケイト、ケイト、あとこっち、こっち側引っ掛けれるのよ、キャンプギア。すごい。あ、これ私が今欲しいやつだ。そう、いいね、かわいい。いや、いいよね、本当に。いいじゃん。いいね。めっちゃ綺麗に整頓できるね。ケンの好きなやつじゃん。効率いいね。効率いいのが好きなケンさんでございます。効率と軽量にはいくらでも払います。やめろ、ランタンつけたくない。何楽しいのそんなに。嘘でしょ。なんかね、この家に着く前まで晴れてたんだよね。そうそう。で、炭を起こしてんだよね、もう外で、うん、炭起こすまでは良かった、うんうん、起こし始めてたん、うん、今日雨予報じゃなかったよね。急に土砂降りになりまして、待ってるんだけどね、雨が止むの、うん、一向にね、止まないんだよね、うん、最近クーラーボックス新調したじゃん。そのクーラーボックスの中に氷をジャーって入れていい、ね、でビール詰め込ん でそこから出して飲むをやりたかったね、うん、おおいいね、いいね。どんだけ飲む雨が一瞬上がったんで、もう直ちにやっちゃいます。やっちゃいます。スーパーから仕入れました。ハマグリ先生、巨大じゃん。 5L 5L。 ちょっと今日のでかすぎかも。かー、これもうケイトいいんじゃん、ビール入れる。うん、あ、夏の爽快にしよう。
腹空いた。うわ、最高じゃない？はあはあ、青空が出たね。いや素晴らしい。気温もそう、もう暖かい、うん、うん、ちょっと湿度高いのかも。さっき今日帰り運転あるから、まあ、どっちか飲むかみたいな話になって、じゃあケイト飲みなよって俺が言ったら仕方ないなみたいな。その後なんかニヤッとしたんだよ。顔めっちゃうざかった。いや、ケンが飲んで私が運転でもよかったんで。もうあなたもう飲みましたからね。今更だけど、まだ交渉できたよ、あれは。いただきます。ちょっと飛ばないように気をつけなきゃ、ケンに。気をつけて。どう？庭いいな。最高。庭最高や。ああ、こんな生活だったらな、ケン。実家でバーベキューすること結構あるじゃん。いや、いいなと思ってたよね、うん。仕事から帰ってきて、家の庭でさ、炭起こしてさ、パパッとこうバーベキューして、家の中でまた二次会やってみたいな。最高だよね。うん、いや正直今のこちらの家さ、車庫があるから車庫でできなくはないんだけど、うん、車庫の高さが低くて、うん、ハイエースとかさ入らない疑惑だったじゃん、うん、それぐらいの低さなのよ、とりあえず、うん、なんか圧迫感あるよね。そうそうそう、うん、だしその空気の循環もないから。あー、そうだね。その炭でつけたらもうモックモクですごいんだよね、うん、県の実家でバーベキューやる時の雰囲気とは全然違うじゃん。違うね、うん、てかあんまりさやろうってならないじゃん、うん、それがねやっぱ、まあ、ないものねだりだけどこうだといいよね。いやいいね、バーベキュー好きとしてはやっぱりたまらないね。ここにテントサウナも置いて、サウナしてる間ここにハマグリ焼いといて、で整いながらハマグリを食うと最高で、子供できたら子供にプールで遊ばせといてそのプールの温度を12度にしといてこっちが整う。いいね、お母さんが一番プールで楽しんでる。そうそうそう。占領する。あ、じゃあ次ピザも食べる。うん、うん、焼いちゃおう、うん、さっきセブンイレブンで買ってきたんだよね。まさかピザができると思わなくて急遽買ってきたんですよ。そうそうそう、金シリーズ。いいね。え、いいね、焼けんのかなこれで。本当にルームツアー、はい、やります。ここのさリビングマジでおしゃれじゃん。いいよね。なんか家具もやっぱいちいちおしゃれなんだよね。その家具やってるじゃん、うん、上層自体がさ、うん、私も最近テンヤにドハマりしてるからめちゃくちゃ行くんだけどさ、うん、家具と合わせた展示をしてくれてるからさ、うん、全部テンション上がるっていうか、うん、ちょっとレベル違うよね。なんか確かさ、うん、常にやってるのか分かんないけど、うん、このナチュリエで家買った人はそのジョンソンストアの家具がなんか何十万円分ついていけますみたいな、うん、なんかそういうキャンペーンもやってたよね、うんうんうん、そういうの最高じゃない？ちなみにこの家はスノーピークの商品が何万円分ついてくるみたいな。あ、そうだったっけ？ね、うん、ここめっちゃ収納ある。キッチンのさ、うん、こっち側に収納あるって結構珍しいよ。俺初めて見たかも。初めて見た。ここね、重要ポイント、このモルタル。けどモルタル大好きでしょ。で、この大きい鏡。分かる。で、こういう電球。こういうの好きでしょ、けどこういうの、こういうの大好き。こういうの、こういうの、ここに並べたいんだよね。あ、いいね。ちょっとモルタルはマストだな。お風呂どうなってんだっけ。あ、いいね、シンプルにいい、うん、なんかあれも最近多くない？なんかコロナの後からさ、家に上がる前に手洗うみたいな風習、うんうんうん、できたよね、うん、子供とかいる人もすごい良さそうじゃん、うん、まず最初にここで手洗ってってさ、うん、キャンプで汚いものとかもここで洗えるよね。うん、あ、てか、あそこにキャンプのもの洗う用のシンクみたいなのあるんだわ、別に。あ、そうだ、見えるから、奥に。ここっすね。この蛇口すらめちゃくちゃおしゃれだ。蛇口やばくない？あー、剣の好きそうなマットな、マットブラック、うん。
マットブラックっていうそのセットなんだろう。上行きましょうか。両サイドが吹き抜けってなかなかないね。確かに贅沢。窓もさ、めっちゃあるんだよね。うん、1,2,3,4,5,6,7、うん、これ、ケンが絶対欲しいスペース。うん、あー、ここね、いいね、はかどるショー、うん、これはどの場所もさ、木が目に入ってくるじゃん、うん、それがやっぱりアウトドア好きとしてはさ、うん、嬉しくない、うん、なんかあったかい感じがするじゃん、うんうん、しかもこれなんか、あれだね、本当の木だよね、クッションフロアとかじゃなくてさ、うんうんうん、そうだ、本物の、うん、マジの木、ほらほらほら、うん、この木目、こういうのを楽しめるよね。いいね、一緒に年取る系でしょ。キャンプギアと同じやん。これかわいいな、これちょっと買いに行こうかな。コーヒーめっちゃ最近ちょっとフラワーベースにハマっておりまして、めちゃくちゃ集めております。ちなみにナチュリエは白石にナチュリエスタジオっていうショップがあるんだよね、うん、そうだそうだ、うん、そこがなんか家具屋さん、家具とか小物とか売ってて、うん、めちゃくちゃおしゃれらしいんだけど、うん、行ったことなくて、うん、ちょっと行こうと思う。ね、近々行きたいね。これもナチュリエスタジオって書いてるから、行きたい。ナチュリエで売ってんだわ、これ。上から見たらこんな感じで、この他にこの家の場合は部屋が2つあって、うん、1つは例えば夫婦の部屋で1個子供部屋とか、うんうん、って感じ、はい、あ、ここもあったわ。あ、そうだ、これなんかね、なんだっけ、物置にしてもいいし、うん、ここをなんかソロシアタールームにしてもいいし、うんうんうん、なんかこう、一人でちょっと考え事したい日とか、うん、ここにこもって瞑想の部屋、泣ける映画とかをここで一人で見てもいいしちょっとケンと喧嘩した時にここにこもるみたいなのをルーティーンにして、あー、扉閉めて、あの、ねねちゃんみたいな感じでさしんちゃんに出てくるねねちゃん、うんうん、なんかうさぎのぬいぐるみみたいなやつここでさねねちゃんのママか、あれケンが家に帰ってきて、あれ、ケイトいないぞってなって、ここにいるってなったら、あ、やべ、なんか俺やらかしたかなみたいなのをこう察してもらう部屋大丈夫？怒られるよ、変なこと言い過ぎだよいいね、はい、よいしょ、短い一瞬チラ見せ していい？ああ、いい。うわー、すごくない？ちっちゃいプロジェクターで、コーラあるよ、オッケー。ピザにはコーラでしょ。そしてセブンイレブン金のシリーズ。うん。うん。うん。あ、うまい。うん。どう？もっとピザ屋の店員として。これ500円。マジで安い。うまい。うま。お腹いっぱいだ、うん、あんた何杯飲んだ？一杯ちゃんと飲んだでもなんかお酒飲んだ方がこう家か、生活してる感じになってさ、 そのために飲んだのさふざけんなよ、そのためになんか体感しないとちょっとやっぱりケンに正確なこうなんか感想伝えられないなと思って、ケンのために。いや、もともと飲まないって言ってて、ハマグリの殻が開いた瞬間に目の色変えてたじゃん怖い目の色変えたじゃん。怖いしょ、ハマグリ開いた瞬間に目の色変える妻とかつってなんかさ、うん、ない、あのこち亀とかでさ、本間くん、本田、本間くん知ってる？いや、俺分かんない。なんか、うん、バイクとか車のハンドル握った瞬間に、うん、なんか
ピンってなってなんか人格変わるみたいな、おりゃーみたいな、普段めっちゃこういう感じの人なのにおりゃーみたいになるんだよね。ハマグリの貝パカーンの瞬間になんかってこう人格キリ丸みたいな、あ、そうそうそう、お金の音を聞こえたら人格変わる。そんなこんなでおうち時間もうちょっとやっぱり充実したらいいな。なんかその最近さ、私急にインテリアにハマり始めて、さっきも言ったけど、そうそうそう、うん、長年使ってるものをこうちょっと思い切って買い替えたんだよね、うん、テレビ台とか、うん、ベッドフレームとか、うん、ソファーとかいろんなもの、うん、そのやっぱり家の中にあるものがこうテンション上がるものに変わるとなんかやっぱりなんていうの、 QOL が上がるっていうか、わかるわかる、めっちゃわかる、うん、なんか帰ってきた時に、うん、全然テンション上がらない家具とかが並んでるよりも新しい自分の好きな色味の木のなんかテレビ台でなんかソファーもおしゃれでとかだとなんかもっとここにじゃあ花瓶置いて花飾ろうかなとか観葉植物みたいなの置いてみようかなとかテンション上がってきて、それだけで結構その日が充実するってことに気づいて、うちらまだ家買ってないのに今の家の状態ですらインテリアを変えるだけでめっちゃ幸福度上がったんだよね。まあ綺麗みたいなってことは、なんか家自体がもし変わったらとんでもない気持ちの良さだと思うんだよね、うん、毎日、うん、なんか久々にケイトがワクワクしてる表情見たような気がする。なんか5、6年ぐらい何も買ってなかったからさ、あ、家のものは、ね、うん、なんか家をおしゃれにするってことにあんまりなんてアンテナ張ってなくて、うん、別にまだ使えるしみたいな、うんうん、急にスイッチ入ってなんか大事だよね、暮らしってやっぱ、うん、いい食住だからさ、いい食住、そうだね、いい食住の中でも住が一番時間としては長く費やすというか、まあそうだね、うんうん、じゃない、うん、ちょっと住について考えていきたいね、今年はちょっと住の年、住の年ですね。本当なら多分コロナ禍の時にみんな住にハマってたと思うんだけどね、うん、ちょっと遅れてきた住ブームみたいな、そうそうそう、だいたい乗り遅れるから、そうそうそう、うん、ヒゲダンとかね、2年後ぐらい、 BTS とかも2年後ぐらいか、なんか米津さんのさレモン流行った時にさ、うん、ねえねえこの歌知ってるって弟に聞いたらさ、うん、2年前だいたい2年前のだよって言われる。長々とお付き合いいただきありがとうございました。素敵な家貸していただき、うん、ありがとうございました。なんか私たちがこのナチュリエの家めちゃくちゃタイプだっていう話をしてたら、そのナチュリエさんがこれからもどんどんなんか面白い企画やっていきましょうみたいなこと言ってくれて、うん、ナチュリアのスタッフの方たちみんな本当にいい人で、なんかナチュラルな人が多いよね、ナチュリアだけ、そう、うん、なんかそう、これからもいろんなこと一緒にやりましょうとかって言ってくれてて、ちょっと今年の夏、うん、なんかいろんな企画に参加させてもらえるということなので、そちらもちょっと楽しみに、楽しみ待っててくれたらなと、はい、な感じですかね。あ、そうだ、どうだった、あれ島どこ行ってた、床にいた床にいた、どうだった島は、どうだった、よかったか、よかったかい、ここなら飛べるしょ、確かに、うん、自由に、うん、話しがいだ、これだったら、うん、本日もご視聴ありがとうございました。それではなんか新婚に戻ったみたいな気分だな、確かに楽しくない、いやいいかも、二人の生活がなんか、うん、新しくなって、わかる、新しいスタートとかにしない、うん、夫婦の、うん、え欲しい欲しいな、めっちゃ欲しいな